本の大巫女と呼ばれる霧姫が誘拐された。霧姫は強力な霊力を宿している。その力は国を滅ぼすほどに強大だと言われている。二人の忍びに霧姫救出の任務が下された。伊賀忍者影。伊賀のくの市千尋。壁天井を伝い、何者よりも早く走り、地を這い、分身の術で一陣の風のごとく舞う。そして忍術を操り、鮮やかかつ豪快な戦いを繰り広げる二人の忍び。影は刀と手裏剣での攻撃を得意とする。千尋は奮闘のついた鎖釜での攻撃を得意とする。ユーザーのプレイスタイルにより取得できるスキルが変化し、アクションの幅を広げることができる。そして2人はステージの中で得られる元素の玉を使い、17種類の忍術を作り出すことができる。カトン、雷光、石火、さらに巨大な神獣を召喚するダイナミックな忍術を作り出すことも可能だ。二人の行き先には霧姫を誘拐した雪之助、影たちの任務をサポートする服部半蔵など個性的な忍者が登場。バリエーションに富んだ12のステージ、多彩な忍術と軽快なアクション、二人の忍者の数奇な運命。君は霧姫を救い出せるか。任天堂 DS 用ソフト影の伝説、3月13日発売予定。